戦国史最強の武将と言われている谷才三は岐阜県御嵩町出身であると伝えられています。町の中心部に立つ古刹大寺山岩光寺、通称谷薬師。谷才三はここ岩光寺で生まれ幼少期を過ごしたと寺に古くから伝わる自伝大寺記に記されています。この大寺記によると一条谷に居を構える朝倉義景の側室宗寿儀が織田信長の勢力から逃れるためこの地に身を寄せました。宗寿儀はこの時すでに子を身ごもっており、やがてここ岩光寺で男の子を出産。朝倉の姓を名乗ると知られてしまうため寺の名前にちなんで谷太郎と名付けました。谷太郎は7歳の時越前へ向かうことになり、この時谷才三と名乗るようになったと言われています。わしが戦国最強の武将谷才三じゃ。わしの生まれたここ岩光寺は約1200年の歴史を持つ由緒ある寺なんじゃ。しかしの今は大規模な改修工事中でな、しばらくは本堂を拝むことができんのじゃ。本堂は国の重要文化財にも指定されておるんじゃぞ。令和8年に完成するみたいやで、しばらくは我慢やの。本堂の西にあるこの建物は霊宝殿と言うんじゃ。ん？どれどれ？ここに安置されている24体の仏像もなんと国の重要文化財に指定されておるんじゃ。すごいじゃろう。本堂の東にあるこの門は鐘楼門と言うんじゃ。ほれ、あそこを見てみ。カニの紋章があるじゃろ。この岩光寺はな、カニ薬師とも呼ばれておるんじゃ。幼少期をここ岩光寺で過ごした才三はやがて戦場を求め流浪することとなり、多くの武功を挙げていくこととなるのです。才三は生涯の中で多くの主君に仕えたと言われています。一説によると斎藤辰興に仕えた後に柴田勝家、明智光秀、織田信孝、豊臣秀次、前田利家、そして最後に福島正則に仕えたとされています。戦国武将の中には自らの出世よりも戦場で戦うことを優先する者も多くいました。才三もその一人であり、武功を立てるために戦場を求め主君を変えていったと言われています。そして慶長5年、才三の名が世に知れ渡る天下分け目の戦い、関ヶ原の戦いが始まります。才三は東軍側の福島正則に仕え、この戦いの先陣を切ることとなります。
才蔵は戦端が開かれると前方に布陣する宇喜多秀家の部隊と激戦を繰り広げました。才蔵が討ち取った敵の首級、その数20、これは関ヶ原の戦いにおける最多の数であり、今なお伝説として語り継がれています。こうして関ヶ原の戦いは東軍徳川家康の勝利で幕を閉じました。どうじゃ、わしの活躍はすごいじゃろう。ここでわしの強さの秘密を少しだけ教えてやろう。それはな、この槍じゃ。才蔵は十文字槍を使った槍術、宝蔵院流槍術の創始者である陰影から十文字槍の奥義を伝授されたと言われています。十文字槍の特性を生かし、時に槍を突き刺し一撃で敵を仕留めるほか、甲冑で守られていない首元や脇の下、太もも裏などの動脈部分をかき切り、敵の戦闘力を喪失させる戦術など、実戦経験の中でその槍術の技を磨いていったと伝えられています。関ヶ原合戦屏風絵では十文字槍ではなく薙刀を手にする才蔵の姿が描かれています。しかし描かれている武将の中で刀ではなく薙刀を手にしているのは唯一才蔵のみであり、猛将としての強烈な個性が表現されています。どうじゃ、わしはな、修行に修行を重ねこの槍の技術を磨いたんや。ん？わしの姿を見て何か気になるところがあるのか？背中に背負ったこの笹じゃな。戦において敵を討ち取り、兜を装着した武将の首、兜首を持ち帰るのが武功の決め手とされました。しかしその証拠である兜首を持ち帰るのも3つか4つが限界でした。そこで才蔵は討ち取った首を持ち帰ることはせず、ある目印をしてその場に置き去りにしていく作戦を取りました。それが笹です。才蔵は討ち取った敵の首が自分の手柄であるという証拠を残すため、背負った笹の枝を折り、倒した敵の口や耳に差し込み目印としていたのです。関ヶ原の戦いにおいて討ち取った首の数の多さに感嘆した徳川家康は才蔵を笹の才蔵と呼び、その武功を称えたと言われています。関ヶ原の戦い後は主君を変えることなく、福島正則と共に広島に移ったとされています。晩年才蔵は歳入に改名し仏門に入ると、広島城の東にある小高い山の上に才蔵寺を開きました。その後慶長18年、才蔵は60歳でその人生を終えることとなりました。この寺にある才蔵の墓石の高さはおよそ182センチメートル。これは才蔵自身の身長に合わせて作られていると伝えられています。またここ才蔵寺には才蔵が身につけていたと伝わる甲冑と槍が残されています。どうじゃ、わしの伝説少しは分かったかの。くたびれた。よいしょと、ここらで少し休むかの。才蔵の最後は甲冑を身につけ座したまま息絶えたと言われています。こうして戦国最強の武将
蟹才蔵の人生は幕を閉じました。